始まるよ。こんにちは、さわやです。こんにちは、ゆうやです。今日はですね、二人でイメチェンしたいと思います。ゆうくんってさ、髪の毛染めたことないやん。染めるとしたらさ、どんな感じにさ、染めてみたい？ゴールドとか。ゴールド、うん。金とか、かっこいいのを入れてみた。あー、結構派手な。派手な。なるほどね。そんな今日は、こちら！ヘアチョークパレット。こちらを使ってですね、二人でイメチェンをしていきたいと思います。で、これはですね、全部で5色あるんですけど、ちょっと一個ずつ開けてみますか。おお、綺麗な色。ステラピンク、ナンシーグリーン、クララブルー、エラグレイ、ベルゴール。どういう感じにしたい？じゃあ実際に全部混ぜたい。全部混ぜたい。実際私はちょっと髪の毛ヘアカラーしてから時間が経ってて少し色落ちしてるんですけど、ゆうちゃんの場合は黒髪なので、どのぐらいまあ色がね発色するかなっていうのもよると思うんですけど、新生サーヤユーヤにやりましょうか。こんな感じでスポンジにとって、ちゃんとねこれ全体に一度まず塗りしてみます。おお、おお、おお、どう？うん、いい感じ。可愛いんだけど。一応服に色がつかないように白っぽいね服は避けた方がいいとのことだったので、ちょっと二人で今日はね歩くみたいになっちゃってよろしくお願いします。はい。おお、すごい茶髪になってる。金髪よね。黒髪でも結構ちゃんと色のある。あ、本当だ、茶髪だ。わかる？うん。よし、じゃあいろいろやっていきますか。お、めっちゃそれつく。すごい緑、結構つくつく。どんな感じかな。ピンクかわいい、めっちゃ綺麗な色。おお、かっこいいじゃん。いいね。すごくない？いい感じ、いい感じ。うん。ちょっと遊び心を加えた派手な男にしてみました。色を混ぜてカラフルなイメージを出しました。派手髪兄弟、緑とピンクと青がやっぱり一番ね発色が強かったので、うん、この3色をメインで使ったんですけど、綺麗に色が出たかなと思います。髪の毛をこう実際に染めるわけではないので、染められない学生さんとかにもねすごくこういいんじゃないかなって思いますね、うん、今回使ったこちらのヘアチョークパレットなんですけど、資生堂と新チャンネルで共同開発された商品になっていて、ハロウィンとか何かの行事イベントの時にはもちろんなんですけど、なんかちょっと今日は髪の毛の色変えてみたいなっていう時にもね、とってもおすすめな商品だと思います。黒髪の子でも何度塗りか重ね塗りをすることでこんな感じでねしっかりこう色も出るので、黒髪の子にも私みたいなちょっと髪の色が明るい方にもおすすめだと思います。シャンプーでさ落とせるからさ、そう、チンチンでねこう簡単に落とせるからね。うん。というわけで今日は2人でヘアチョークパレットを使って派手髪になってみました。すごい楽しかったです。楽しかった。うん。皆さんもよかったらぜひぜひチェックしてみてください。というわけで今日も最後まで見てくれてありがとうございました。次の動画もまた見てね。さやでした。ゆうやでした。バイバーイ。バイバーイ。記念写真でも撮っとこうよ。